くやこい。こっちのあんよは甘いよ。さ、さ、さくやこい。こっちのお尻も甘いよ。なんかなかなか乗ってこないね。ちょっとパンチが足りないかな。シサム、おっぱいいっちゃえ。でも、まあいいか。どうせやるんならさ、脱いじゃうよ、私は。おお、やる気だね、シサム。そんなら私も一緒にやるよ。二人なら効果も倍に。よく言った、キサラ。じゃあ、せーので。せーの。いらっしゃい。待ってたよ。あー、これやっぱりこの間の打ちどころ相当悪かったんじゃないの？あー、傷口から悪い菌が入って脳まで回っちゃったかな。となれば消毒だね。一番よく効く薬はこれしかないね。
あんたがここに前から何やらこそこそ運び込んでたことには気づいてたんだけど。それでもこんなに隠してあるとはちょっと予想外だった。あんたこの手のことに関しちゃちょっと才能あるかも。もうそんなしょぼくれた顔してないの。これでもあんたが来るまで始めないで待ってたんだからさ。いいからいいから、ほら飲んで飲んで。気にしないのよ、そんなことは。どっちにしたって飲むつもりだったんでしょ。そう来なくっちゃ。これ美味しいよね。私たちもこれ好きなんだ。ほら、切り分けてあげるからみんなで食おうよ。他にもいろいろあるしさ。まあまあ。食べよ、飲もう。私はこっちのシェリー開けちゃおう。アモンティリアードの20年もの。私は冷えてなくてもいいや。だってこれ私らが持ってきたやつだもの。あんたもしかしてここにある酒と食い物全部自分が貯めたものだって思ってた？
何でも何も昨夜にたかるばっかが芸じゃないってね。だからこのシェリーもそこらのも全部好きに食べちゃってよ。ほらこんなのどう？キプロス島のウニの塩漬け。テキーラとカラスミときたか。こっちゃいい感じに塩が抜けるね。じゃあ魚ぞろいで虫ほうぼうにライムを絞ろう。日本酒もあるよ。非常酒だからちょっと甘いか。でもシェリーとみりんは似てるよね。よく言われることだけど。色仕掛けもない不意打ち闇打ちの方がいい？そのネタはもういいっての。でもほんとわかりやすいよね。昨夜って下半身に正直すぎる。泣いてんだか笑ってるんだかどっちかにしようよ。まあ今日だって確かに胸とお尻で釣ったけど、後で何かを吹っかけるつもりはないって。単に昨夜と酒飲みたかっただけ。あんたが来てからこういう機会考えてみればなかったし。
あの友里とはちょくちょく隠れ咲きしてるみたいだけどね。あ、もしかしてあいつも呼んだ方が良かった？飲み友達捕まえてようも臆面なくあることないこと。もしかして昨夜本当はあれのこと嫌ってるとか？それ言ってること完全に破綻してるけど、確かにすっかり忘れてたわ。あれが殺し屋だってこと。そういやそうだっけ。やっぱおかしいわ、あいつもあんたも。論外言われても逆にそれがあったら OK っていうことですかね。それはな、勢いで見えすくおべっかだよこいつ。うわ、でもこれ酔った勢いっていうより普段から割とこんなじゃん。作やってなのは自分で言ってる通りだし、セックスしたいってのがあんまりあからさますぎて駆け引きとか使えないおバカだし。待って、でも待ってよ、黒はまあこないだの召喚事故みうんぬんは冗談だとしても、黒にはさすがにその気を見せてないのは当然として、もちろん外してやったってば。悪いことしちゃったかなとは一応思ってるって。だって股ずれがひどくてさ、サイズがちゃんと合ってなかったから。あんたも大概ひどいこと言ってるって気づけよ。ちなみに股ずれんとこに赤チン塗ってやったんだけど、
れの刺激ってつけた瞬間は刺さってくるみたいで。しかもそれが収まったかと思うと、今度はとろ火で炙られるような痛いのが来んだよね。チンチンってさ。最初はその一言だったよ。次はあれは痛みを痛みって気づいたんだろうね。ビーって、あれはもう声ってより音だったね。なんかこう聞いてるだけで直接脳に来るみたいな。そんでもだえるもんだから、赤チンがまたと言わず下っ腹と言わず飛び散っちゃって、何の猟奇事件現場かっていう。何が何でも下の話に持っていこうとするその根性には呆れるわ。で、何の話だっけ？ああ、酔っ払ってると話が脱線しやすくなるし、それまで何喋ってたんだか思い出せなくなんだよね。お、そうだそうだ。昨夜が女好きで、でも黒にはその気は見せてないで、それはまあ当たり前としてもってここまで話せた。で、それから？黒だけじゃなくてさ、昨夜割とルイさんにもなんていうか手出そうとしてないじゃん。それっておかしくない？あーだね、女のうちらから見てもあの人えらい綺麗だし、胸とかお尻とかだってあたしらよりすごいし。なのになんで昨夜？壊れた？ちょっと、これ本気で気が狂いかけて、なんか麻薬でも先に混ぜた？シサム。本当に総称塗った跡だこれ。確かにそこだけ変な引き連れが残ってる。でも1回目と3回目の傷って、じゃあ2回目の時のは？じゃあ2回目はそんな大したことじゃなかったんだ。